はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。シピレの時間です。この番組は宜野湾市 PTA 連合会が主催して、地域の子どもたちまたは学校、自治会、子ども会などの活動を紹介している番組です。本日の MC 担当は、はい、目線が斜めなら機嫌も斜め、小寺小学校の PTA 会長をしてます池原浩二がお送りいたします。今日はですね、この番組毎週月曜日お届けしてるんですけれども、今日はもうゲストをお招きしております。今日はですね、なんと、このスタジオの近くの普天間中学校からゲストをお呼びしております。それでは、自己紹介をしていただきたいのですが、お願いいたします。こんにちは、普天間中学校24代の校長になります又吉直政と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。又吉校長にお越しいただいて、いろいろとですね、今普天間小学校で、普天間中学校で失礼しました、普天間中学校で行われていることとか、またはちょっとした近況等をですね、お伺いしながら番組を進めていきたいと思います。今日はちょっとですね、サプライズもあるみたいなので、番組を聞いている皆さんはぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、それでは、曲にまず最初に参りたいと思います。この曲でちょっと今日はですね、この曲のテーマのような喋り話の内容になると思います。サンボマスターさんのできっこないをやらなくちゃ。もうなんかそういうテーマPTA 会長と、あとは、シピーレンの方の理事で回して、藤波さんが一応メインで、藤波さん、そうですね大学の教授だから喋りないそうですよ、ね、喋りはすごいですからね。これ挨拶とかやった方がいいですか。はい、あ、もう話を振るときは、はい、ぜひもう大体僕が聞く側に回ると思うので景色がいいのでいいですね。はい、今の例えば袋を入れるときはピッとやるだけでいいわけですね。あ、もう担当の方がいらっしゃるので、はい、合図をしてすごい。前は全部一人でやってました。操作もあのここじゃないですけど、別の番組では操作しながらしちゃった。これは大変ですね。こういう近くにあるとは知りませんでした。ああ、そうですよね。お願いされてびっくりして練習ですね。そうです、なかなか知られてないですねでも子供たちがゲストに出ると、ね、結構視聴率とか増えるんですよ、やっぱり。もう少し早ければ、はい、ちょうどね、部活の時間帯とかもあるんですよね。そうです、特に中学校の陸上ですよね。これは時間的にはもう7時までなので、はい、でも54分ぐらいまでなんですね。正味40分ぐらいです。 CM 入れたり曲流したり、MC でバンドと一緒じゃないですかMC きついですよねじゃあ、あと1分で曲が終わります、はい、レイさんの曲ありました。ありました。あ、よかった。じゃあ次はレイさんの曲で、はい。あ、そっか、CM 行った方がいいのかな。じゃあ CM 行きますね。いやいや、もう喋りましょうね。で、CM で行きましょうね。
ぱ土日はあれですか、今週は部活はお休みですか、あの選挙の、まず9日休みですね、体育館の選挙の。はい、曲をお届けしましたサンボマスターのできっこないをやらなくちゃ。これをですね、YouTube で検索してみたことある人がいれば、どういう曲なのかっていうのがどんどん伝わってくるとは思うんですけれども、なんかロックには何もできないと思われてるんだけど、俺たちになんか何かできるんだみたいなメッセージを込めて、確か MC をしてですね、曲が始まったのが多分一番最初に上がってくると思うんですけれども、結構熱い歌ですけれども、今あのねテレビドラマで主題歌を歌われているので皆さんよく知ってると思うんですけれども、まあこの曲のテーマがまあできっこないをやらなくちゃ、まあ言ってみれば挑戦することというのにすごくエールを送っている歌だと思うんですけれども、今日はこのゲストにいらしてます普天間中学校の校長先生、的吉先生見えてるんですけれども、なんかあの普天間中学校では今こういうことにチャレンジしてますっていうことがあればぜひお聞かせ願いたいんですけれども、うん、ありがとうございます。まあですね、先生方についてのチャレンジは、はいはい、子どもたちがあの楽しく学校に来れるような仕掛け作り、うん、各学級でチャレンジしてほしいなと思っています。それから子どもたちは何でもいいので、うんうん、趣味勉強でもいいんですが、うん、スポーツでも、それをしっかり決めたことは最後までやり通してほしいという、うん、チャレンジしてほしいというふうに期待しています。うん、はい、まあ私番組今日ゲストに、校長先生見えるということだったので、いろいろ普天間中学校さんホームページチェックしました。で、いろいろアップされててですね、近況も含めて夏休みのことであったり、また夏休みに入る前とかですね、結構あの頻度が高いような、更新頻度が高いという印象なんですけれども、その辺もやっぱり力を入れてるところなんですかね。そうですね、まあ、新しい学習指導要領でも、はいはい、その指導要領自体が先生方、学校の先生方たちのためだけじゃなくて、うん、まあ、地域にもいろいろ知らせて周知しないといけないということになって、うん、どんどんますますそれはもう積極やらないといけない時期に来ているので、はあ、開示するようにっていうふうに、はい、でこれまではお願い事ばかりが多かったと、はいはいはい、職場体験学習と、うんうん、ただそうではなくて、何のためにこの職場体験学習をやるのか、うん、この教育課程の中でどういう意味があるのかっていうのをしっかり説明をしていかないといけない。ああ、なるほどですね。まあ、そうです、ホームページとか、うん、それから紙媒体でのチラシであったり、うん、を充実しようということです。そうですよね、まあ、最近、まあ、私も今小学校の PTA 会長やってますけど、まあ、うちの息子もちろん小学校中学校高校生3名いるんですけれども、はい、まあ紙の多いこと、ね、お知らせめちゃくちゃ多いですよね今。そうなんですね。で、まあ、紙をよく使うので、うん、例えばあのそういう資源を節約できないかということで、はい、普天間中学校では例えば職員会議で共有して、うん、議事を進めていくときの紙は使わないでおこうということで、パソコン上の共有フォルダに入れて全員がそれを開いて確認する。なるほど、はい、それだけでも結構な節約になる。結構なんですね。45名以上先生方いますので、その分の資料を1枚じゃないですもんね。これを表にしても多分10枚以上になる。うわー、そっか、思います。それ1回の会議だけでももう下手したら100枚以上の紙が節約できるということですね。そうなんですね。なるほどですね。まあ、そういうなんかこうちょっとした工夫というか、まあ、今でも確か、これ一時期私もあの小学校であの SSW でいたので分かるんですけど、はい、皆さんこう報告だったり出欠であったりっていうのは今パソコンでされるんですよね。そうですね。例えば通知表であったりはもうほとんどパソコンで、公務支援システムというのがありますので、それで簡単に、もう手書きじゃありませんので修正も簡単ですし、保管も、はい、簡単ですので。ですよね。まあ、そういったのも駆使して工夫しながらということらしいんですけれども、まあ、最近で言うとあの
天満中学校さんのホームページだと結構あの夏休み終わりました、はい、まあ、2学期がスタートしましたっていうのが載ってたんですけれども、まあ そ, そ, ね、その中から何かこうこれはっていうのがあればご紹介していただけると嬉しいんですけれども。そうですね、あのやっぱり普天間中学校の子どもたちはやっぱり打てば響く子たちだなというのを感じます、うん、あの2学期だいたい40日ぐらい休みがあったんですね、はいはい、ですね。それで、まあ、1学期でいろいろ先生方と一緒に勉強したことできてきたことっていうのがこの40日の休みの間で少し忘れたりするんですが、はいはい、やはり登校して今日でだいたい4日目ぐらいですかね、はいはい、なるんですけれども、あのやっぱりその4日間でだいたい1学期の挨拶であったりとか規律というのは、まあ、すぐ元に戻るというところですかね。あ、やっぱりあれですか、こう2学期明けてその初日っていうのはなかなかエンジンがかかってないっていう。やっぱりね、そうなんですね。ですので、まあ、少しソフトランディングできるように、そして少しずつ上がっていくようにという形で経営をやっているところですね。なるほどなるほど。まあ、あと今月は、中学校で言えば中体連もありますよね、はい、なんか取り組みとして何かあります？そうですね、まあ、今回は中体連がですね、例年は A 日程 B 日程ということで2日に分けてやっているのが1日に短縮されます、はい、これは陸上競技場の関係でそうなってますけども、それで、まあ、9月22日土曜日、はい、土曜日ですよね、はい、この日に、まず大きな終日のですね大会があります。で、普天間中学校は長距離の練習を、例えば普天間中学校からジョギングで宜野湾市の市営陸上競技場まで行くとか、あるいは今日でしたら4時半にですね先生方を手分けして北中城、吉野浦の、はいはい、あ、はいはい、練習しに行くとか、あ、なるほど、そういうの段取りでやってきてますね。あ、やっぱりあの学校のグラウンドはやっぱり他の部活とかが使うということもあってっていうのもあるんですかね。そうですね、陸上シーズンも近いので、うんうん、やっぱり種目別の練習が今後重要になってきますので、あと数日しかありませんので、うんうん、ですので、はい、ね、分けて、はい、最終調整のためにということですね、はい、なるほどですね。じゃあ、まあ、続きはですねちょっと CM 開けてからお送りしたいと思います、はい、では一旦 CM 入ります。なんか今回あれですよね、陸上はあのなんか今までだったらこれ学校全体でわーっていったのがそうじゃないんだからですね、これで応援団賞というのがないんですよ。なくなるんですね、やっぱり。ですので、例えば生徒会中心にやる応援団のあのあれ結構学校の気分は高めでいいんですよ、うんうん、それがなくなるのでそれぞれの学校で激励会をそれに変えて工夫して頑張るとか、うんうん、そういう形で一体感、ね、所属感とか最近忘れる、そういった気をつける所属感確認して一つになろうと。15秒前です。はい、シピーレンをお届けしております。本日のゲストは宜野湾市立普天間中学校校長又吉先生にお越しいただいております。 MC は、はい、王者な小学校 PTA 会長の池原でお送りしておりますが、ね、時刻は18時14分を回ったところなんですけれども、だんだん日も落ちてきて今夕焼けがですねスタジオ窓からきれいに見えてるんですけれども、まあ若干眩しいんですけれどもね、ただ最近、この何て言うんですかね、沖縄にちょっと少し秋を感じ始めているなというふうに感じるんですけど、まあちょっと涼しくなってきたなというふうに思っておりますが、まあ沖縄そのうち避暑地になるんじゃないかと思ってますけれども、内地ではね、本当に大雨であったり、高温であったりというのはいろいろ起きてはいますけれども、まあそれも心配ではありますが、こうやって沖縄がこうある程度季節感を感じられるようになってきた部分で、まあ先ほどちょっとお話をしてましたが、陸上競技、この少し涼しい時にできるっていうのもちょっとありがたい気はするんですけれども、又吉校長、まあ今年は、
それで9月の22日土曜日に、はい、中大連が行われるそうなんですけれども、そうですね、はい、今回、なんか今まででしたら、まあ、生徒全員で学校全体で、応援に行って、はい、っていうのがあったんですけども、今年はちょっとないというふうに私も伺ってはいるんですけれども、そうですね、沖縄市の方で、はいはい、総合グラウンドの方がですね、うん、改修に入るということで、あーなるほどですね、はい、それで今年はですね、読谷の陸上競技場で、読谷村の方ですね、あそうですか、はい、9月22日の土曜日、開催するということになって、タイムレースという形で、行うということになっています。なるほどね、あだからなんかちょっと不思議だなとは思ってたんですけど、まあ、そういった経緯があったわけですね、はい、はい、まあもう選手と関係者で行くっていう感じになるんでしょうかね。そうなんですね、これまで、 そうですね、応援団、はい、まあ、生徒会中心に、はい、取り組んでいたものがあってですね、まあ、応援団長とか、うん、ありましたよね、はい、それが今年はないということで大変ちょっと残念だなというところですね。なるほどね、はい、結構生徒会あれ頑張りますよねすごいんです ね特に、はい、中学校の生徒さんは、はい、まあ、これで、まあ、普段味わえない所属感とか一体感というのをですね、感じるわけですので、それがないというのは結構学校として運営上厳しいかなと思います ね、 もうね、できればこう何かしらそれに変わる何かがあってほしいですよね、うん、そうですね、それでまあ激励会というのがあるんですが、うん、はいはい、まあ、普天間中学校で言えばその激励会でもう選手のビデオを撮ってあげて、お、はいはい、それをまあ激励会の中で上映したり、うん、応援団をちょっと結成して、はいはい、まあ、そこで披露したりという形でちょっと大会盛り上げていきたいなと思っています。なるほどですね、まあ、実際こう会場、あの大きな会場で、はい、まあ、学校全体が自分のやってる競技に応援してくれるわけじゃないですか、はい、あれすごい力になるはずなんですけどね。もちろんもうすごい力になると思いますね、ちょっともったいない気はしますね、はい、もう今年は割り切ってですねあの激励会でその分を充実させようというふうに、うん、もう押してあげる感じで。そうですね、はい、まあ、あの先ほど実はあの始まる前に校長先生とお話をさせていただいてたんですけれども、はい、なんかね、何事でもチャレンジしてほしいというふうにおっしゃっていたので、まあ、そういう意味でも、まあ、ちょっと一工夫して、はい、子どもたちを押してあげて、そうですね、やることができればいいなと思うんですけれども、まあ、私も、先ほど言ったように、まあ、私は大蛇名小学校のところなので、まあ、益城中学校区になるわけですけれども、はい、大蛇名小学校、益城中学校、まあ、と、長男が宜野湾高校にいるんですけれども、まあ、この子どもたちがこうなんていうかな、成長できるように、はい、大人がそうやってこう、まあ、先生たちだけじゃなくて本当は PTA としても何かしら、はい、そうやって後押しができる、ことが あったらいいなと常々考えてはいるんですけれども、はい、まあ、正直なところ、また、来週かな、にはあ、うん、来週には、来週、今週来週には童話お話大会であったりとか、はい、あるわけですけれども、まあ、それはこう発表する子どもたちは一生懸命それこそ夏休み練習してきて、はい、やるんですけれども、またそれを応援する子たちまたは保護者っていうのがどうやって関わっていけるかなっていうのが、はい、まあ、毎年の課題だなと思いながらもですね、もうちょっとこう、ね、こうエールが届けばいいなと、またはまあ、大人が、はい、この子を応援したいなって思えるようななんか環境づくりができたらなと、まあ、常々思いますね。そうですね、うん、なるほどですね、まあ、ではちょっとここでですね、次の曲をお聴きいただきたいんですけれども、レイっていうあの女性のシンガーソングライターなんですけれども、彼女は、ギタリストであり、まあ、シンガーソングライターなんですけれども、単身でですねアメリカに行って、20歳の時だったかな、アメリカに行ってギターを勉強して、でそこで、デビューして、まあ、今日本で活動している、まあ、シンガーソングライターなんですけれども、まあ、このギターのテクニックたるや、
もう あんだけ弾いててよく歌えるなっていうぐらいすごい、まあ、楽しい曲を演じているのでぜひ聴いていただきたいと思います。レイでココア。すごいんですよ。やばいでしょ、これ弾きながら歌うんですよ。マジですごい。あのテッドってプレゼンの大会があるんですけど、あれでスペシャルゲストで呼ばれて一人で演奏して歌、すごい。すごい方ですね。すごいです。もうまだ20代前半から中盤から25、6ぐらいです。とんでもない。めっちゃかっこいいですよ。弾きながら。もう素晴らしいですよ。うん、こういうなんか海外に行ってやってやろうっていう。あね。そうですね。すごいなと思う。沖縄は昔海外民族の。そうですよね。一番流れてると思います。いやでもやっぱり2世3世ね、ブラジルとか南米に行くと活躍してますからね、なんだかんだで。そうですね。まあ、そういった意味ではみんな持ってるはずなんですけどね。持ってる。すごくない？すごいです。やばいよ。20代です。曲名とはなんか全然違いますね。ここは。二十歳で行くっていうことはもう10代でも中学生ぐらい。いやどうなんでしょうね。いつ思い切って行ったかはちょっとわからないという経緯は、僕も曲が楽しくて調べるよりも曲ばっかり聴いてたので。そう、短いのよ。短いの。でもなんか今日選曲してる曲はこういう系です。チャレンジしてやってる人たち、古源くんもチャレンジして地域行事に参加、じゃあ開けたら、その話題に行きましょう。面白いことができる、はい、あまりコメントにでしょ。最近その集まらないので若者が地域行事、そうですね、それで綱が作れない、うんうんうん、それで大山の綱も終わった、北中にプレゼント授業で、ああそうですね、はい、レイで、ココアお届けしましたけれども、まあかっこよかったんじゃないですか、聞いてた人たち。で、すごいテクニックで、本当に20代の女性でですね、本当に単身アメリカに行ってチャレンジして、で凱旋できる、もうここまで成長して帰ってくることができる、すごいなと思うんですけれども、まあ、世界ではその科学者とかいろんな投資家が集まってその前でプレゼンをするというテッドという、プレゼン大会があるんですけれども、そこにもゲスト演奏者として呼ばれて、それで演奏するという、それぐらいこう世界的に実は有名なシンガーソングライターになっちゃってるんですけれどもね、すごいなと思いますよね。まあ、チャレンジしたからこそあることだと思うし、また行くって決めたからには何かしら掴んで帰ってくるっていう、まあちょっと固い決心が必要だったとは思うんですけれども、うん、はい、乗り越えた先がこれですよ。すごいですね。すごいです。まあ今日はちょっとチャレンジっていうちょっとテーマで少しお話を進めているんですけれども、校長先生、なんか普天間中学校には、はい、面白い生徒がいるということなんですけれども、はい、そうなんですね。はい、まあ、地域のですね、うん、行事、はい、宜野湾市のホームページにですね、
そういう自治会のですねイベントをアップしていてですね、情報を流していますけど、これをですね自分で積極的にアクセスして、はい、その宜野湾市内の行事どこにどういった行事があるかっていうのをチェックして、はい、その行事に参加をして自らそれから情報も仕入れると、はい、現地でですね、はあ、そしてもちろんその祭り当日も参加をしますし、うん、でそれが面白いのがですね、自分の住んでいる自治会、はいはい、まあ、普天間2区なんですけど、うんうん、そこ以外も参加しているというところがすごいなという子がいるんですね。もう例えばその普天間だけじゃないっていうと、例えばで言うとですね、大山自治区の、はいはい、300年の伝統がある大綱引きがあるんですけど、はい、はい、ありますね、はい、ここ何年かはその綱作りに、うん、時間かかるということで、うんうん、2週間前ぐらいからですかね、うん、仕事終わった夕方ぐらいから2時間程度の綱作りをやっているんですが、うん、それにですねその中学生来る3年生、はい、2週間前からその綱作りに参加して、それから前日まで仕上げまで夜遅くまで参加して、前日は結構遅くまでやってましたね。遅かったんですけど、はい、はで私は普天間中学校勤務で、はい、でも出身が大山なんですね、はいはい、で久しぶりもう本当に申し訳ないんですけど久しぶりに大山の綱引き の、はいはい、あの綱作り前日に参加させていただいてですね、そこに、その子がいるんですね、まあ、フルゲン君というんですけど、はいはい、この子がいて、あれ君大山だったって言ったらいや私は普天間2区ですって言うんですで聞いてみると、やはりこういった行事が好きで、自分で調べてきたんですというような、はい、話をしてました。でさらにですね、うん、まあ、これは大山の綱引きの例ですけど、うん、また普天間2区にはあの綱引き萌えという行事があるということで、はいはい、これにも彼のうちでもちろん地域の行事にも参加をしている。もう一つ面白いのはまた夏休み期間にしかできないということで、はい、うんうん、普天間一区の若宮会という、はい、まあ、お年寄りの皆さんのカラオケ大会があったりするんですけど、はいはい、その時の機器のですね操作、はい、再生をする係、はい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 、レコードのですね、はいはい、まあ、そういったのを自分で買って出てやっているそうなんですね。もう本人がそこの現場に行って、はい、まあ、どこどこのものものですけどって言って入っていくわけですか。もう自分から入っていってもうそこでもうその地域の皆さんとはつながっているという、すごいですね。いうところである意味、まあ、僕も大山小学校出身なので、はい、大山の綱引きは参加したことあるんですけれども、あの大ボラ吹いてましたよ。あ、はい、あのホラーを吹、はい、貝を吹いてました、はい、あ、大切にやる、ね、はい、今嘘はつかないようにしてますけど、はいはい、まあでもこの地域っていうと確かに、大山小学校の中でも、はい、大山区の中でもおそらくこう子どもは少し減ってるんですよね。そうですね、今は4クラスぐらいになってですよね、はい、結構僕の時7クラスぐらいあったような気がするので、はい、各学年4クラス大山小ですね、まあ、そうやってこうどんどんこう減ってってる中で、まあ、まあこれは大山区だけじゃなくてで、このそこの自治会の人たちから相当喜ばれるというか歓迎されるんじゃないですか、このフルゲン君。そうですね、それでその2週間前からその綱作り参加していて、はいはい、もうその自治会長とか、うんうん、その綱作りの綱頭さんに認められて、はい、その人たちしかもらえない T シャツをもらすごいな、すごい、あ、彼は MVP ですね。ある意味じゃあもうそうやってこう覚えられていくっていうか、まあ、彼がもう何どういうきっかけなんでしょうね、本当にね。きっかけだと思いますけど、なんかこのやりたいって、はい、結局自分から何かをやりたいと挑戦をして、うん、で実際にそこに足を運んでいって、はいはい、そこに自分からあの中に溶け込んでいく、そうですよね、入っていくのが大きいかなと思います、ね、すごいですよ今の、まあ、例えばこれはあのみんながみんなではないですけど、なかなかこうこれはあの大人であっても、はい、まあ、僕らにしてもそうなんですけど、保護者同士の挨拶ってなかなか交わしづらかったり、はい、PTA の委員会を作ろうとしてもなかなかそうやってこう交流ができなかったりとか、はい、やりにくかったりとかってある中で、はい、
本当にすごいですね。すごいなと思いました。彼を見た時に私自身もこれからの生き方を考えないといけないなと思わされるぐらいですね、この行動力があって、すごいですね、本当にすごい子だなと思いました。もうある意味こう、ま、だって自ら行くってことは間違いなく挨拶はするでしょうし、はいはい、周囲の大人からそれなりにやっぱりちゃんと見られるでしょうし、そうです、ね、すごいですよね。プラスにしか働かないですよね。そうなんですよ。ですので、まあ、こういう彼をですね見て、同級生とか、はいはい、あるいはもっと若い子たちとか、近い年齢の子たちが刺激を受けてですね、地域の良さ、伝統文化に、まあ、関わっていってほしいなと思っています。そうですよね。まあ宜野湾市にある自治会、結構やっぱりそういう伝統行事っていうものがいっぱいあったり、またはその、まあ、正直なところこう、まあ、自治会ごとにイベントはやってるんだけれども、やっぱり加入率であったりとか、はい、云々でこう少し問題というか課題を抱えてるじゃないですか、はい、その中でちょっと一つの光ですよね、そういう意味では。そうですね。ですので彼の行動からですね、学校としても、その地域に、どうにかして自治会に、まあ、参加してもらう、足をお金もらうような仕掛けが作りが必要なのかなというふうに思います。そうですよね。何かこう、まあ、僕も立場上、まあまあ、私 の, その所属する小学校の校長先生といろいろ話し合って、はい、どうしていくっていう話をしないといけないではあるんですけれども、まあなんか刺激を受けますね、はい、そういう話は。そうですよね。はい、ということで、まあ、この古源君も、はい、去ることながら、又志校長も、はい、なんかチャレンジしなさいと言っている手前、自分もチャレンジしますということで、ね、されてるそうなんですけど、何かです、ね、今年最初の、はい、6月にですね、はいはい、校長講話というのが朝、はい、ありました。その中で、まあ、ニューヨークの80歳以上のお年寄りの皆さんに取ったアンケートの中で、はい、一番この人生を生きてきた中で後悔していることは何ですかというような質問があって、はい、それで一番多い回答、共通するものがあったんですね、はいはい、それが何かというと、挑戦しなかったことということだったんですね。挑戦しなかったこと、はい、まあ、失敗してもよかったのに、まあ、よかったから何らしらやっぱり挑戦しとけばよかったと、何でもいいからと、何でもいいから、そういうことがあったので、それを講話の内容にして、はい、で生徒のみんなには何か何でもいいので、挑戦してほしいということを言いました。それで私パワーポイントで説明したんですけど、はいはい、最後の方には間違ったなと思ったんですけどもギターのですね、はい、絵を載せて、はいはい、私もギターを弾いて、世界中にはいろんな曲があるので、まあ、ギターで世界旅行をしたいなと、そういう曲の、はい、ということでチャレンジしますと言ってしまいました。言っちゃったんですね。公言しちゃったんですね。公言してしまったんですね。ということで、まあ、それでも校長先生、まあ、いくらかやってらした。そうですね、教員になる28年前は地元地域に、はいはい、クラシックギターの教室があったので、はい、そこに通ってはいました。中学校2年生の頃でしたかね。ああ、そうですか、はい。まあ、確か、今から約30年ぐらい前っていうのはなんとなくその学ギター教室いっぱいあったような気がする。そうなんですよ、あった気がする、はい、それが減ってればいるんですけど。そうですよね。ということなので、ここでこんだけ前振りしといて何もさせないというわけにはいかないので、今日はですね、又志校長なんとこのクラシックギターを持ってきていただいておりますので、披露していただきたいなと思うんですけど、少し準備しましょうかね。はい、お願いします。ちょっと手前見せます。はい、じゃあお願いします。まあ、それこそ僕も、益城中学校で軽音楽部の外部校長をやりながら、自分自身もギターを弾くんですけれども、まあ、鍵盤楽器以外楽器は何でもやるんですけれども、私も小学校6年生からずっとフォークギターをやって、で、高校になって軽音やってみたいな感じだったんですけれども、まあ、そんな中、唯一チャレンジしても、あ、俺には向かねえなっていうのがやっぱりピアノだったんですよね。まあ、やってみて初めて、まあ、これは向かないな。ただ今ですね、こんな軽音部の中学生たちと一緒にやり取りをしている中で感じているのは、
だんだんちょっとずつこの音楽の少しだけ理論みたいなことが分かってきた部分で、やっぱちょっとピアノかじらないとどうもこうおっつかないなっていうのが出てきてるのも事実で、まあ自分の中でも少しチャレンジしておきたいなっていう、気持ちが実はずっとあって、家に今88件のキーボードがなかなか弾かないんですけれども、まあ購入してですねあるという、まあ、準備だけは今進めているというところでありますが、何かしらやっぱりチャレンジしていくというのはすごく大事なことかなと思います。私もいろいろ仕事をしてきました。まあ、美大を出たりとかですね、美術大学卒業しましたが、デザイナーになるという夢がありながらも、デザイナーに最初なれませんでした。なったのは畳職人でした。でも職人になったからにはそれなりにちゃんと仕事がしたいということで、それなりにちゃんと、資格が取れるぐらいのまでの技術は、身につけましたが、でも資格は取らなかったですね、その時は。でも辞めて、晴れてデザイナーの道が開けたのでデザイナーになったっていうのもあります。なのでチャレンジ失敗してもいいからという考えというよりは、やってみたらその時分かることっていうのがやっぱりあるかなという感じで、私はいつもチャレンジしているなっていうのがあります。ということで校長先生、準備ができたでしょうか。なんとなくですが、はい、はい、じゃあ、ということなので校長先生、なんともギターをですね、担いで今準備ができたようです。では曲の紹介をしていただいて、弾いていただきましょう。お願いいたします。今日やるのはですね、7月ぐらいから今年の公演した後に練習を始めましたが、ボサノバの、まあ、有名な曲になるんですかね、イパネマの娘という曲をやってみたいと思います。
しい。いやー、1ヶ月。やっぱりダメですね。すごいじゃないですか。うわー、これは普天間中学校の皆さん、なんかまた校長講話で聞けるわけですね。はい、では一旦 CM 行きたいと思います。もうすごい、失敗しますね。いやいや、素晴らしい、素晴らしい、すごいですね。失敗しました。かっこいい、かっこいい。いやー、その場で久しぶりにクラシックなんです。はいはいはい。けどこのジャンルを変えると続けられるんだなと。わかります。わかる。フォークソングから入ってますから。そうそう、私もフォークですよ。フォークからクラシック、クラシックも聞く専門でしたわ。こういう幼なじみリズムとかラテン系の特に曲、音楽っていうのがすごい合ってるのかなと。聞こうもそうですね。やっぱね、性格も似てるそうですよ、聞いたら。ああ、ね、南米とかあのスペインの方たちは若干こうウチナンチっぽいですって。よく言われます。10秒前ですね。はい、こんな感じらしいですよ。言ってるかもしれない。強そうです。はい、シピーレンをお届けしております。時刻は、18時42分を回ったところです。もう日もどっぷり暮れてですね、本当に夕焼け、さっきの正志校長がボサノバを弾いてる曲を聴きながらですね、もうそばで、で向こうに夕日が落ちていくわけですよ。かっこいいなと思いながらちょっと聴き入ってたんですけど、すごいですね、さすがですね。いえいえ、もういやいっぱい失敗しましたね。でもなんかやり遂げるっていう、すごいやっぱここですよね。そうですね、なんかこう、まあ、公言したからにはって公言したので、はい、公言したので練習が続いたのかなと思います。あ、はい、確かに、はい、まあ、私もその、軽音部の中学生に教えてますけど、彼らにもやっぱりライブの、きっかけがないとですね、はい、彼らもなかなか尻に火がつかなくてですね。そうですね。目標がないとですね。はい、まあ、そんな言いながらこう、まあ、益城中学校でも実は明日この軽音楽部の3年生の引退ライブをやるんですけれども、ちょっとね天気が心配なんですけどね、台風の影響で少し雨が降るかもしれないということだったんですけど、まあどうなるかことやら、まあ雨が降っても室内でやろうということは進めてはいますけれども、まあそうやって何かしらこうやりますよと、発表しますよって言わないとなかなか人って動かないんだなっていう気はしますけど、でもやり遂げて、まあチャレンジすることが大事なんで、何かした方がいいっておっしゃってるこの校長先生がですね、自らこうやってチャレンジして、ましてやラジオで生演奏するっていうですね、すごいことをやったんじゃないかなと思います。もうこれ多分生徒たちに自慢していいと思いますよ。とりあえずやった、失敗してもいいので挑戦したっていうね。でちなみにこの放送、はい、今、ライブ配信もされてますが、はい、録画もされて、実はまた後日もネットで見れますので、もうちょっと練習すれば職員の皆さんでちょっともう一回、はい、校長先生頑張りましたっていう感じで、はい、なんかいっぱいアピールしていいんじゃないかと思いますね。はい、わかりました。素晴らしい。私もこうやって言ってながら楽器を持ち歩いていながらも、ここではやったことないですからね。ぜひ今度は聞かせてください。まあメインの MC がやってどうするんだって話でありますけど、まあゲストの皆さん来ていただいてこうやってやっていただけるのが一番いいんですけれども、素晴らしい。あ、ですね、もうこのコメント来てますよ。はい、セブンスさんから、ゲータ社ですねって言ってます。素晴らしいです、はい、頑張ります。いや、よかった、よかったと思います。まあ、なんか何かしら生徒たちにも刺激になったらいいですね、本当に。そうですね、私の今日の体験を伝えながら、はい、先生も頑張ったよと、まあ、ましてや生出演して、生出演して頑張ったよということで、次の校長校はそこからスタートして、あ、いいですね、実現したところから、はい、素晴らしい。なんかこう何かしらこう普天間中学校では何かしらこう新しい風が吹き始めているような気がしますけれどもね、まあ市内には旧小学校4中学校ありますけれども、まあ会長会であったり、その理事会であったり、いろいろまあ校長先生たち、また PT 会長同士よく会う機会はありますけれども、何かしらこういうことにチャレンジしてます、またはしました、
まあ、結果もまあさることながらそうやって共有できる時間ができるといいですね。なんかそうですね、それを共有し合ってですね、自分たちのところではこういう部分だったらできるなとかですね、そうですよね、アレンジしたらこうできるかなとか、うん、はい、材料をもらえるのかなと思います。そうですね、はい、まあ、2学期始まったばっかりでこの後、まあ、小学校ではまあ運動会が控えてたりとかですね、そうですよねいろいろあるわけです、まあ、はい、普天間中学校は今70周年、もう70周年は75周年でやるということで、なるほど、70年で、お近くの普天間第二小学校は50周年、はい、まあ、周年授業を迎える小中学校今年結構多いみたいで、益城、ね、中学校も40周年、はい、まあ、一昨年は、まあ、大蛇小学校が40周年だったわけなんですけど、まあ、なんかね近いところで、はい、いろいろこう、まあ、新しくその頃よく小学校中学校立ったんだなっていうのがよくわかるんですけども、裏返せばそうですよね、はい、まあ、人口が一気に増加して、はい、いた時期なんだろうなっていうのが思うんですけれども、まあ、その頃活発だった PTA 活動であったり学校行事であったりっていうのが、はい、今は40年も経てばある程度こうみんな忙しくなって、まあ、生徒たちが忙しいんですよね今ね。そうですね、なんとなくなんですけど、習い事も多くなりましたし、はい、そういう塾も多くなりましたし、はい、まあ、そういう中学校行事っていうのはそうやって運営していくのは結構大変なところっていうのを、まあ、私も感じてはいるんですけれども、はい、その中でこう PTA のバザーであったりとか、はい、っていうのを、まあ、実は大蛇の小学校でも力を入れていて、要は童話お話大会はこの喋るっていう人前に出て喋ることができる子が立つんですけれども、はい、でもそうではなくてダンスがしたい、はい、または自分は歌が歌える、うん、または楽器ができるとかですね、はい、そういうところがやっぱり中にいるんですよね。いますね。そういう子たちにちょっと出てもらえる機会としてちょっと今、はい、いろいろ進めてはいるんですけれども、まあ、そこにこう自治会さんたちも入ってもらったりとか、はい、まあ、うん、大蛇な小学校で言えばその近くのこの大蛇な区の、はい、子どもエイサーさん、またはその、まあ、に青年会の人たちに入ってもらったりとかですね、そういったことをまあやり始めたりしてはいますね、はい、あとは老人会さん婦人会さんであれば対象ごとやってる方いっぱいいらっしゃるので、うん、そう言って披露していただいたりとか、そうですね、周年行事を迎えないとですね、うん、なかなか振り返りをする機会もないですし、うん、それから地域とまた一緒に連携してですね、うん、顔をまた見せ合いながら、はいはい、まとまるというのもなかなかないと思うので、うん、いい機会になればと思います ね、はい、まあ、これがこうそういう、まあ、毎年恒例になるのか、はい、または周年事業として5年に1回または10年に1回なのかとかいろいろあるとは思うんですけれども、まあ、そんな中ね、はい、先ほどの古辺君みたいな子が、はい、やっぱり現れてくれると、そうですね、私は一つヒントをいただいたような気がします、ね、はい、なんかそういうのにこう興味を持ってる子もいるんだなという感じはします、はい、まあ、本当に身近なところで何かしらにチャレンジしてそうやってこうなんていうのかな、何も成功とか、失敗だとかっていう話ではなくて、はい、そうやってこう何かを手につかんだ人たちっていうのはたくさんいるような気が しているんですけれども、例えば先ほどの、今日、紹介した曲の中でもこのレイさんっていう方であったり、またはそのサンボマスターに関してもエールを送るっていうことに対してだったり、まあ、実はね、最後にこうちょっと多分途中までしか流せないと思うんですけど HY さんのホワイトビーチっていう曲をちょっと紹介したいなと思ってはいるんですけれども、まあ、東やけなの略で HY で彼ら今、ずっと地元で、ずっとインディーズでもうやっていくって決めて、インディーズバンドとしてのいろいろな記録を打ち立ててるバンドなんですけれども、本当にもうやけなのこと地元のことを一生懸命今やって、年に何回かな2回かな3回ビーチクリーニングもずっとされていて、ついこの間、NHK さんの番組で特集で出てましたけれども、そういうふうに地域のことに役立っていこうというふうにやってるやっぱり人たちもいらっしゃいますし ね、はい、変な話、私その HY がデビューした頃、はい、うるま市に住んでまして、そうなんですね、で まあ、今日流すホワイトビーチではないんですけれども、手紙っていう曲が HY さんの曲にあるんですけど、はい、そのデモ音源を貴重なデモ音源を聞く機会があって、
ったりとかですね、まあ、なかなかゆかりのあるアーティストさんだったりするんですけれども、そうやってもう彼らは、このデビュー曲このホワイトビーチなんですけど、この曲作りしている時に面白いのは、白い天使が舞い降りるって歌詞が出てくるんですよ、はい、沖縄に雪が降ったらすごいよねっていうところから歌詞ができたらしいんですね。なんかそれで歌詞の意味を白い天使が降りるっていうふうにしたよっていうのを、まあ、番組でちょっと言ってたんですけれども、あ、面白いことするなっていう、こういうなんか歌詞にチャレンジをするっていうのも一つの手だなという気はしております、はい、では、最後こう途中までになるかもしれませんが、HY のホワイトビーチを聞きながら今日はですね、お別れしたいと思います、まあ皆さんもう7時前になりましたのでだんだん暗くなってまいります、車を運転中の皆さんは安全運転で、帰路についてください。また、次回お耳にかかりたいと思います、本日は大瀬名小学校 PTA 会長池原浩二と、そして、宜野湾市立普天間中学校、又吉校長先生でお送りいたしました。それではごきげんよう。ありがとうございました。ちょうどぐらいかな。はい、ちょうど。ありがとうございます。ちょうどぐらいかな。だいたい4分。5分ぐらいあるから、放送で。